きなり画面が固まってた。本日多分最後になっちゃうと思いますけど、まあこの辺りで結構ね、はい、橋田さんこんばんは。ともね、まあ自殺の名所でしょうか、ここは以前。まあ、すっげえよな、海が。おかえりなさい、お疲れ様ですね。まあ本日最後になると思いますけどね、今日はね。まあ来週また日曜日にちょっとね、ちょっと今日は失敗したんでね、あまりやりたいなと思います。眠くなってきた。移動お疲れ様です、ふうさんね。どうもね、ありがとうございます。まあ自殺の名称のとこでしょうか、こんな感じですか。柵がすげえ、ちょっと弱めに。はい、渡辺さんお帰りなさいね。どうも。とんがってる、剥がれてる。はい、今日ラストでございます。寒いね、寒くなってきた、だいぶ寒くなってきました。やっと来た、ごめんなさいね。はい、ちょっとひまじんさんいらっしゃい。はい、みほさん今歩いてます。だって入れないんだもん、そこ夜は。その慰霊塔みたいななんですけどね、慰霊碑入れないんで、ね、ちょっとこう U ターンしますけどね。お疲れ様ですね、初見さんいらっしゃいと思うね。またあの自殺の名所にね、ただいます。寒い。俺のラジオ状態マジ調子悪いのかな、なんか YouTube ちょっと調子悪かったんだよね最初。ご苦労様、わさびさんね、いらっしゃいと思う。なんかね調子悪かったんだよね、サムネ画像撮れなくて全然。何回か再起動した。寒いな。まあこんな感じ。はい、つだにね、一人です、いいさん。リアさんいらっしゃい。寒いよね、本村さん。ひぐさん寒そう。寒い、こっちのが。なんだこれ。おお、びっくりした。何これ、排水むき出し。びっくりさせたな。車もねだいぶ静かになってきちゃった。まあ寝てるよね、12時過ぎてるからね。もうこんな感じなんですけどね、まあ見えません。佃煮ってね、昔ね、女性の霊がね、お音鳴ったぞ今、鳥の死骸見えた。そう、佃煮って言ったの。なのでアイスが佃煮になったらしい。そう、静岡もね、まあこの熱海の方は寒いね。もうちょっと向こうが、やっぱ海だからかな。ラスト、そうラストになっちゃうね今日。もうあとないもんね、また来週になるかな。来週はちょっとどこ行くか決めてないんだけどね、またちょっといいとこあればね。まあ天気次第によってまたトンネルになっちゃうもんね。まあ雪が降らない限りは大体ねやりたいと思うんですけど、あんまりね行ってもネタがなくなっちゃう。同じとこも飽きてきちゃうしね。やっと来た、ごめんなさいね、高田さんね。はい、静丸さんお疲れ様。新潟風強い。新潟寒いでしょ、雪大変だよね。やっぱ俺雪国で育ってないから。そう、ゆうでいさんがそう佃煮って言ったの、某霊園でね。佃煮って女の子、
千葉県そこの男塾だっけ、もうないんじゃないかな、うん、お疲れ様ねと牧さんがお疲れ様です。まあ昔ここね結構問い込む人が多くて、まあ柵もこうなっちゃってるわけですわ。うん、意外と雪が降らないんだ。あ、今それだけなんだ。意外と降らないんだ。毎年ほら妙高とかすごいもんね、あっちの方がね。はい、お帰りなさい、ただいまです。そんなに雰囲気ある？なんかそんなになんかあの暗くない？あんま明るくしちゃうとね、ここは何だったの？食べなかったかな？なんか食べた？食べてないよ、俺も何も。寒い、ここはちょっとね、さっきよりか全然寒くなった。ただ静かなとこだね。三重県もいかがある？あ、三重県も前行ったんだよね、廃墟とかね。あの健康ランド残念だったね、取り壊されちゃったね。そう、前行ったんだよな、夜中に。まあね、ここもね結構お腹はね、まんとこ少ないんだよね。なんかしないけど、あんま今日食べてないんだよ、朝しか。朝と夜だけちょっとだけ食べたから、あんま食べてないんだよ実際。寒い。ここ昔ホテルがあったんだよね。ほら、ここが入れればね、ここにこの供養塔みたいなのがあった。もう鍵か、ここじゃなかったっけ。あ、そうだね、ここもそれだね、残りだね。これですよ、配信中のお化けね。そのね、見えた時もあるし見えなかった時も。そう、ここね、ゼロさんね、もうここしかないかな。ここは入れないからね、やってません、もうやってません。夜やってないのでね。そうするとほら、そこに慰霊碑があるんですよ、奥に。あ、ほんと千葉県打てるって。ここに、ね、慰霊碑があるんですよ。うん、あ、ブイブさんもね、諦めてた。今日もこれで最後になっちゃうと思うけど、これね、慰霊碑があるんですよ。だっけ、あ、ここだっけ、あ、ここにあったんだっけ、ここだっけ。あ、戦国聖像、なんか戦国聖像だったっけ。戦国の様子、気のせいか。ここじゃないの、ここはカフェだな。あ、怖えなこれ、見て、海だよ、海。お疲れ様だね。見えない？泉も、ね、うわ、怖え。見て、これやばいでしょう。これ、ひとたまりもないね。怖っ。怖い。はい、リンさん、佃煮ね、どうも。まあ、見応えはあんまないんですけどね。すごい高さよ、これ。何？え、そこのホテル泊まって怖い目あったんだ。ちょっとね、この通過するときに、あの、ホテルがあって、別館がなんか閉鎖された熱海のホテルが、あ、こんばんはね。いらっしゃい、どうも。佃煮さん、いらっしゃい。別館の熱海のホテルが、あの、なんかあの、CM で撮ったやつが、お風呂の中で女の人がこう入ってるとこを CM 撮った時に手が出てきたとこも出るらしいですね。うん、別館はもうなんか閉鎖しちゃったみたいなんだけど、そこの場所。うん、ここはね、あの、熱海の自殺の名所。まあ、ここは有名なとこだね。うん、これですよ。稲川さんの話にあったのかな、ここ。ここにまあ慰霊碑が、まあ、昔よく飛び込みが多かったらしい。でも線香の匂いしたんだよな。そう、こっち側じゃないんで、ね、向こう側のところに慰霊碑が。そう、
そう、今熱海にいる。もう帰りますけど。お金さえただいまね、どうも。まあ見応えはあんまないんですけどね。うん。本館だったっけ、あれゼロさんって。あ、そうだったっけ。どっちかが閉鎖したんでしょ、別館が。大丈夫だよ。うん。なんかね、線香の匂いしてた。青綺麗。怖い。たまに線香の匂いあるね。だからここは昔相当飛び込んだんじゃないかな。温泉入ったよ、あの配信する前にね。だけどもう冷えちゃった。御殿場の朝はマイナス4度。寒いよね、御殿場もね。雪降るんじゃない、そろそろ。うん。まあライトハイパワーするとね、怖くない。声とか聞こえ、ここでは聞こえてないね。やっぱりあのこの間の芹沢に比べれば全然怖くない。あ、やってんだ、ウィングは。なんか閉館したって噂かね。そこ声は聞こえたけど、あとおきゅんか。なんか声が聞こえたけど、おきゅんか。なんか言ってるよ。ドキュンだよね。なんか騒いでるよね。そう、風邪ひかないよね。本館の近くが怖いんだ。やばいやつ。なんか道綺麗、外国みたい。音楽？いえ、人だよ。人の声聞こえる。気分試しに来たのかな、こんな冬に。絡まない、了解です。え、結構離れてるんだね。まあ静かなとこだね。あれ、いないよ人。え、今の声って何、もしかしてお化け。いないよ。静かになっちゃったけど。え、お化け。